ニューガンダムは伊達じゃない。 今ださっさと始めようぜガラード。よし行くぜ。 決めるぜ。 当たれ。 そこだ。 Thank you.
ふざけるな。行け、フィンファンネル。逃がすかよ。そこか。もらった。ここで決着をつけて、ブレイは立つ。Gファルコンの凄さを見せてやるよ。よし、俺の出番だ。過ちは繰り返させない。決めるぜ、ツインサテライトキャノン。来い、お前に戦い方を教えてやる。これでどうだ。もらった。貴様らでは勝てんよ。敵の力は未知数。フルパワーで行く。了解した。トランザム。これがラストミッション。人類の存亡をかけた対話の始まり。アメリアス、アメリアス、聞こえるか。誰？アメリアス、もう大丈夫だ。すべては終わったんだ。終わった？私のお家は？ああ、心配ない。ちゃんとお家まで送ってあげる。もう怖いものはいなくなったんだ。さあ、お家へ戻ろう。
教えてくれ。俺はあと何回 GGeneをクリアすればいいんだ。ゼロは俺に何も言ってはくれない。その程度でクリアしたとは無様だな少年。滑稽とさえ言える。ユニットやキャラクターのステータスも甘い。コレクション未達成が残っている。少年、君はこの GGeneをクリアするに値しない男だ。やりました、やったんですよ。 GGeneを必死に。その結果がこれなんですよ。これ以上何をどうしろって言うんです。俺に任せておきなって。 GGeneクリアは俺が決めるぜ。 PX システムオーバードライブ。ダメ、その力を使って GGeneをクリアしてはダメ。バカめ、俺の目的は初めから貴様らのGGeneクリアを邪魔してやることだ。ここでGGeneクリアを諦めてくれねば、我が方はセーブデータ削除を行う用意がある。お前のGGeneセーブデータにはもう用はねえ。私のGGeneセーブデータが消えた。こいつは傑作だ。何故我らのGGeneクリアを台無しにする。答えろ。ディアナ様のGGeneセーブデータを消すようなことがあったら、我コンパク100万回生まれ変わっても恨み晴らすからな。私たちのGGeneセーブデータが、キャピタルが、ユニットが消えていく。プレイするにしてもちゃんと予備のセーブデータを作らないとあんなことが起こる。やっぱりGGeneは奥が深い。最初からやり直してGGeneをクリアできれば僕も救世主になれるのかな。最初からプレイしてGGeneをクリアするだと、正気か。何を躊躇している。GGeneをクリアするために戦えと言ったのは君のはずだ。俺たちは示さなければならない。GGeneクリアがこんなにも簡単だということ。ダメだ、 GGeneのプレイ時間がオーバーロードして寝不足になるだけだぞ。もう手遅れだ。 GGeneを止めれば全てが本当に無意味になる。そこをどけ。アニュートだって GGeneをクリアできた。お前らとだって。そうだよ、さあGGeneを一緒に遊ぼう。お兄ちゃん、ロニー、お前はGGeneにハマった俺たちのようにはなるな。まったく、また夜更かししてGGeneをプレイしたのね。目が真っ赤じゃない。本当にバカだな、お前は。私のGGeneセーブデータを使うがいい。俺は戦うことしかできない不器用な男だ。だからこんな風にしか言えない。俺はGGeneが、GGeneが、GGeneが好きだ。お前のセーブデータが欲しい。でもどうしてなんだろう、GGeneをクリアするのって難しいね。これってむちゃくちゃだ。こんなセーブデータでGGeneをクリアしようなんて。その通りだろう、シャア。ならば私のGGeneプレイに手を貸せばいい。その上でクリアすることを共に考えよう。アマン、男同士の間に入るな。シャア、私と一緒にGGeneをプレイしてくれれば。おやすみ、GGeneration。私はアフロイ、GGeneration を完全クリアしたプレイヤーよ。あなたに栄誉を与えましょう。よくぞプレイしてくれた。その力、我と共に次なる世界を制覇するのだ。またいつか会えることを信じて。SD ガンダム GGeneration オーバーワールドのフィニッシュだ。ありがとう。